どうぞお座りください。私たちのために十字架にかかり3日目の間主に期待しながら御言葉に期待というふうに思います。おはようございます。今日は、ですね、夕方の5時半から中途半端な時間で申し訳ないんですが、その遅くするとですね、その後のカリスマ聖会がちょっと時間がなくなってしまうので5時半からになってますけども、ちょっと中途半端な時間で申し訳ないんですが、5時半から、伝光ゴスペルグループコンテストの長崎県のブロック予選があります。で、上位10チームとですね、自転枠が2つなんですけれども、が、九州の4月29日に行われる九州の賛美大会の予選ですね、そこに行きます。そしてそこから2つ、そして自転枠が3つだと思いますけれども、全国大会への道になりますので、ぜひ皆さんですね、時間を作ってきてほしいと思いますし、今回23かな、チームが参加することになっていますので、ぜひ応援していただければというふうに思います。それでですね、先週はベンジャミン・コマラパリさんが来てくださいました。で、多くの方は来られたと思いますけども、来れなかった方はですね、ぜひインターネットでですね、ベンジャミンさんの映像及び音声が聞けますので、ぜひご覧になっていただきたいというふうに思います。長崎教会にとってですね、なんかこう予言的なメッセージだったような気がいたしますし、タイムリーなメッセージだったんですね。で、たくさん御言葉を引用されたんですけども、そのたくさん引用された一つ一つの言葉が、ちょうど長崎教会に語られている御言葉だったり、今ぴったりの言葉だったりしましてですね、なんか非常に神様が使わされたんだなっていうことを強く感じさせられるメッセージだったというふうに思います。ぜひ、聞いていただければと思います。それとですね、たくさんのこと言われたんですけども、神を信じなさいってね、書に書いてありますけれども、神を信じなさいってことを途中で言われまして、で、神の言葉は神であるってことを言われたんですね。で、なんかすごくそれがなんかすごく心に強く響きました。今日の説教とまた変わっていきますけれども、先ほど予言にもありましたけれども、神の言葉に大きなポイントがありますので、ぜひですね、皆さんですね、神の言葉に聞いていただきたいというふうに思います。それで、メッセージの方に入っていきたいというふうに思いますけれども、今日は、ルカの福音書1章37節、神にとって不可能なことは一つもありません。多くのクリスチャンが好きな言葉で、多くのクリスチャンがよく引用する言葉の一つであるというふうに思いますけれども、神にとって不可能なことは一つもありません。全くアメンですね。神にとって不可能なことは一つもありません。私とあなたにとっては不可能なことだらけですけれども、神にとっては不可能なことは一つもないわけですね。で、これは、マリアの受胎告示と言われている、天使がマリアのところにやってきて、聖霊によってあなたは身ごもりますよっていうですね、有名な、受胎告示と言われているその時に言われた言葉なんですね。で、昨日ですね、実は私は金曜日から、甥っ子がですね、土曜日に結婚式をするということで、金曜日からちょっと父がですね、1月に入ってから39度以上の熱が何日間か出てですね、ちょっともう危ないかなっていうことがちょっとありまして、で、今はもう良くなって元気になってですね、それでちょっと心配だったので金曜日早めに行って、父とちょっと話をしてきて、そして土曜日結婚式に行ったんですけども、父は全然元気になっていましたので、ほっとして良かったなと思ってるんですが、ただ結婚式にちょっともう出れないということで、両者なかったんですけど、私たちは妻と一緒に出たんですね。で、それで行ってきたんですけれども、その帰りですね、結婚式は、一応キリスト教式なんですけれども、スウェーデンから来た牧師の方がですね、式をされまして、30分、28分ぐらいだったかな。メッセージは3分ぐらいですよね。とってもいい式でしたけれども、あれが、より世の中でやる式なんだなと思いながら、かなり派手な披露宴でしたけれども、それが出てまいりました。で、海洋の飛行機の中でですね、今日の説教のことを、思っていたからですね、今日はですね、実は先週祈りをやりましたから、今回は喜び、祈りの次は喜びって、うちの子供ってことじゃないんですけども、喜びと思ったんですけど、で、帰ってきましたら、説教の表紙のですね、トップにですね、この今日は神にとって不可能なことは一つもありませんって書いてありますが、最初はですね、喜びなさい、主にやっています、もう一度喜びなさいってトシヤ君が選んでてですね、今度は喜びなんでしょっていうね、説教の題が。ですね、このことを言ったからですね、先週ね。私もそのつもりだったんです。ところがですね、会の教義の中でね、この御言葉がすごく心に響いたんですね。神にとって不可能なことは一つもありませんって。へえと思って、私に言われてるのかなと思って、これは明日のメッセージって書いてきたんですよね。で、
確かにこれが神様が、今日神様が皆さんにというか、この教会に語ってくださっている御言葉であるというふうに私は思っております。で、だからこの日誰が来るかなと思ってたらですね、まあオンラインがあるから名前は出しませんけど、あなたが来られたんですね。そしてなんかすごい感動してるんですね、実はですね。神にとって不可能は一つもありません。だから神様は、言い換えれば奇跡をしますよって人にとって不可能なことでも、神様にとっては不可能なことは一つもなくて、それを成してくださいますよってことなんですね。で、マリアの時代告知のところを書かれてるんですけど、今日はここを詳しく解説するつもりはないんですが、マリアの時代告知の時ですね、皆さんはマリアが聖霊によって身ごもったことを信じてらっしゃいますよね、クリスチャンの方はね。大丈夫ですよね。いや、そこだけはまだわからないなっていうことはないですよね。でもこれ、当然信じてると思うんです。イエス様が聖霊によってマリアから身ごもった。なるよって思った。そうでないならならば、イエス様は人の子供ですので、当然罪がありますし、神ではないわけですね。だから信じるに値しませんし、それはもう、全く信仰対象じゃないですね。で、どんなに素晴らしい人ね、いろんな宗教の教祖がいますが、信じるには値しないんですね。素晴らしい人はいっぱいいたと思います。ね、で、なんかちょっと変わったことをしたっていうか、奇跡を行った人もいるでしょう。でもイエス・キリストだけは聖霊によって身ごもって人と全く同じになってくださいましたが、罪のなかった方で、私たちを愛する結果人となってくださっただけで、神であられたわけですよね。だから私は信じているのであります。で、聖霊によって身ごもったわけですね。全然無理なく信じてるでしょ。それは聖霊がいるからです。でも普通に考えたらね、全くこの世の普通の考えで言ったらね、聖霊によって身ごもるって言うけど、そんなわけがないわけですよ。だから未だに神様を信じてない人たちは、イエス・キリストはマリアの子孫だったということを言う人がいるし、そういうことは世界中にいるわけですね。なぜそうかと言ったら、そんなことは本来ありえないからですね。で、よく伝道した時、大学時代によく伝道した時ですね、よく友達に、お前はそんなことを信じてるのかとか言って言われたことが何人かあります。でも逆なんですね。そこを信じれなかったら、信じる必要がないっていうか、そこを信じれないなら、キリストは神ではないから信じる必要がないですね。だから、我々は当たり前のように信じています。なんでこんなことを強調するかというとね、イエス様が処女マリアから生まれたということを皆さんは当たり前のように信じているわけですね。でもそれは普通で考えたら絶対ありえないことを信じているわけですね。それほどありえないことを簡単に信じているのに、なぜ皆さんの目の前のちょっと難しい問題を解決できないなどと思うのでしょうか。どうでしょう。で、しかもこの時面白いのはですね、もう一つ実はマリアがね、神様、天使がやってきてですね、死があなたを共におりましてびっくりしてですね、どういうことかと思ったら怖がらなくてもいいよって、で、聖霊によって男の子を与えられるよってから、マリアびっくりしてね、34節で、どうしてそんなことがあるんですかって、私はまだ男の人を知らないんですと、まあ、当然そういうでしょう。そしたら、天使がですね、いや、聖霊があなたに臨まれた、ね、上に臨まれて、生まれるんだと言われるわけですね。神のことを呼ばれると。で、36節で、ご覧なさい。あなたの親類のエリサベツも、あの年になって男の子を宿しています。不妊の女と言われていた人なのに、もう、今はもう6ヶ月です。って言ってから、神にとって不可能なことは一つもありませんということで、エリサベツのことを言ってるんですね。エリサベツって、バプテスマの花を産んだ人です。でも、不妊の女で年取ってたんです。で、ダカリアっていうのはご主人で、ダカリアが神の宮で仕えた時にですね、天使がやってきてですね、言うんですね、あなたの願い枯れたって。で、その時にダカリアはですね、信じれなくてですね、推しになっちゃうって話ですよね。で、あんまりにも長すぎて、もうおそらく奥さんは子供が生まれる、普通で言ったら生まれる体ではなくなってたんだと思うんですね。ね。だから、そんなことはありえないと思って、ダカリアは忠実に神に仕える素晴らしい信仰者だったのに、あなたの願い枯れたよって言ったからに願ってたんでしょうね。なのに、天使がやってきて言ったのにですね、思わずもそんなことはどうしてありえましょうって言っちゃったわけですよ。で、若い頃はね、なんかね、なんかせっかく天使が来たのになんて思ったんですけど、長すぎて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 、そして現状がそうだったら、やっぱり思わずも知れなかったんでしょうね。で、聖書ってのはすごいなと思うのは正直なんですよ。ものすごく正直に書いてますよね。だからやは、だから推しになっちゃったんだけど。でもちゃんと当たるでしょ。不妊の女だったのに。神の言葉は信じたんです。で、信仰の父はアブラハムですよね。アブラハムも75歳、サラが65歳の時に言われるわけですね。子供を与えるってね。で、75歳と65歳でもね、不可能でしょ、普通は。
ね、それなのにですよ、それから24年間、私だったらね、そう言われたらですね、次の日かなんかに奇跡的に妊娠してですね、すぐ来るって期待しませんか、普通。24年間、何も起こらないで、99歳と89歳になった時に天使が来るわけですよ。そして、来年の今頃男の子を与えるっていうわけですよね。でも皆さんね、75歳の時に言われたとはいえですね、89歳と89歳でしょ。だから、アブラハムもサラも笑ったんです。ね、サラ笑いって言っても言いますけれども、笑ったわけですよね。なんで笑っちゃったかというと、こんなのは無理だと思ったからです。でもちゃんと与えられるんですよね。神様が語ったら成就するんですよね。で、面白いのはね、アブラハムは信仰の父と言われた人のに笑ったんです。ザカリアは本当に素晴らしい神に使える小さい人だったのに、思わずもう推しになってしまうぐらいは信じなかった。ということは、とても人間には信じられない状況の中で、神の言葉が語られて、奇跡が起こったんですよ。つまり、絶対ありえないことが起こったわけですね。どちらも。ではね、神にとって不可能はないのです。神様は私たちがとてもありえない、人間的にはとても信じられないようなことでも、神が語られるならば、神の言葉が与えるならば、それは成就するし起こるんですね。だからこの神の言葉にすごく大きなポイントと力があるわけです。で、皆さん、神の言葉をもらっているでしょうかね。この神の言葉を受けている人はそれを話さないでください。それは必ず成就します。で、あとまだ神の言葉がないなって人はもらえばいいんですね。で、今日、二つ、中心にポイントを話したいと思ってるんですけども、どうすればその神の言葉を受けれるのかっていうと、神にとって不可能なことは一つもないんですよね。だから神様、ベンジャミンの言葉で言えば神様は神の言葉だから、神の言葉があれば不可能は何もないってことなんですね。で、どうすればその神の言葉を受けるのかって言ったら、神の不可能に神に頼ればいいんですね。で、まず一つ目はね、先週からお話しましたけど、神に真剣により頼んで求めるということであります。先週も話しましたよね。ね、で、その時に神様は言葉をくださるわけですね。群れで一番ね、みんなが知っているのは、秋元牧師の次男のベニヤミ君のおやじですけども、あの時はパウロ牧師は神様に、もう、病気は治らないと言われて、そして感謝をした後に求めたわけですよね。治してくださいってね。だから結構すぐに言葉が来たそうです。癒すってね。それで信じたんですよね。で、それで実際癒されました。で、神に求める人はそれを受けるわけですね、一つね。で、もう一つね、今日話したいことは、これで今日の、これと繋がっていくんですけど、喜びじゃなくて今日は感謝だったんですね。何かというと、特別な神の言葉が与えられるのは一番ね、確実ですけれども、そうでなかったとしても、実は、すでに与えられている神の言葉があるわけです。何かって言ったら、すべてのことによって感謝しなさいと言われてますね。で、ところがね、皆さん知ってますかね、メインストリートをずっと行くとですね、なんだったっけ、感謝と、なんだったっけ、見つかりだったんですね。なんかね、で、感謝だけ強烈に残ってるんですけどね、下に天理教って書いてありました。感謝だけ覚えてるんだけど、僕忘れましたよね。で、他の宗教でも結構感謝って言うんですよね。でもね、これ気をつけてください。根本的に私たちの感謝は他の宗教とは違うのです。何か、なぜ私たちが感謝をするかというと、ね、やわらずのどこの神かわからないけど、とにかくありがとうございますってね。そういうことじゃないですよね。私たちは十字架があるから感謝するわけですね。この十字架によって私たちは許されただけではなくて、どんなマイナスも全部神様がプラスに変えてくださる、祝福に変えてくださるということを知ってるわけですね。で、だから自分の失敗があっても、もちろん悔い改めた上で感謝することによって全部益に変わるし、他人が私たちにもたらしてくるマイナスでもあってもですね、本当に感謝するならば、この十字架と復活の力によって全部益になるということを知ったわけですね。だから感謝するんですね。で、ロマ書には、すべてのことを働かせて益にしますって書いてあるんです。で、これはね、あなたは例外とは書いてないんですよね。この問題は別って書いてないんですよね。でも時々ある方はですね、聖書を炙り出したら、これだけは別って見える人がいるみたいですよね。どんな問題であっても、どんなことからであっても全部益になるんです。ある原則に従えば、神を愛する人々にはって書いてあるんです。で、全てのことを感謝していくってことからは、神様を信頼して神の言葉に従うから主を愛することになるわけですね。で、本当に神様が全部益にしてくださることを期待して感謝すると益に変わるわけです。益っていうのはね、
益って日本語の場合、利益の益だからね、ちょっと間違いやすいんですけども、これは祭殿って意味です。言語に忠実に訳すと善という意味になるんですね。祭殿だっていうことですね。ね、益っていう言葉は日本ではどうしても利益っていう、そういう傾向で考えやすいけど、祭殿になるってことなんですね。必ず祭殿になるってことですね。だから、本当に私たちが感謝していますと、もう不可能と思えていることも、無理だと思うことも、神様が逆転して祝福に変えてくださるよってことなんですね。でね、みこし持ってきて、すみません。ちょっと、向こうの部屋に置いてきちゃった大事なことがあって。今日のみこし新聞にですね、ちょうどね、何の証をしようかなと思って、主に祈ってたらですね、ちょうど見越し新聞があったんですよ。それで、パラパラってめくったらですね、まあ、スネルゴイキャンプのことが書いてあります。あと、ベンジャミンの、インタビューもありますから、ぜひね、お買い求めになって読んでください。と同時にですね、ちょうど真ん中の5面のところにね、いつもこの証のところですね、伝道面のところ、ね、まあ、いつも言いますが、5面どうですが、読んでいただきたいですね。ここに、前田さんのね、写真が出てたんですね。で、失ったものは何もなかったって、危うく死亡事故から守られ、神様の愛を体験したって、見た瞬間ね、あのことかと思ったんですね。これ長崎にいた時の話なんですよね。古い人はもうよくご存知だと思いますけれども、ダビデ前田牧師はですね、北九州に住んでおられたんですけれども、1年間ちょっと会えない間、北九州から毎週日曜日200キロの距離をね、来られてたんです。で奥さんはシュークリームをね、100個200個作ってきてたんですね。そういう時代があったんですね。で、そのうちやがて長崎に引っ越してこられて、長崎に来られたんですよね。で、まあそういう状況だったんです。それからあとは平戸に行って、神戸に行って、今東京に行かれたんですけども。で、その、北九州からこっちに来てた頃ですね、何があったかというとですね、まあ奥さんと二人でね、ちょっとドライブに行ったんですって。で、奥さんがですね、北九州でね、奥さんがですね、あれ、私の財布知ってるって言ったんですって。奥さんの財布なんか知るわけないから、知らないよって言ったんですって。そしたらですね、財布をないんですって。財布がなくなってた。で、普段は財布にそんなお金は入ってないんですって。でもちょうど家賃を納めようと思って、家賃が全額入ってたんですって。で、当時ね、今は、当時何人だったの子供は4人、5人だったかな。朝口はまだ生まれてなかった気がしますね。5人かな。ぐらいかな。6人目生まれてないんだけどな。5人だったと思うから、7人家族かな。結構大きな家住んでた。私なんかが泊めてもらいましたけども。家賃はいくらか覚えてませんけどね。7、8万だったような気がしますね。その家賃全額入ってたそうです。家賃プラスアルファが。それがなくなったわけですね。それでですね、ただその時ね、もう感謝のことをしてたので、素晴らしいですね。彼はすぐ感謝したわけですね。書いてありますね。その財布にはその時に限って支払う予定だった家賃などが入っていたのです。などだから家賃以外も入ってて結構入ってたの。ね。で、でも、ね、感謝することを実践してみようと思って神様に感謝を捧げました。で、面白くありません。財布を落とす前直前に私たちはお弁当を買っていました。まあ、そこで落としたんでしょうね。チキン南蛮弁当でしたって。こういう時のことはよく覚えるわけですね。ね。で、どうせお財布を落とすなら、すき焼き弁当かステーキ弁当にすればよかったと思ったりはしましたが、心は平安のうちにいることができました。正直ですね。わかるでしょ？ああ、こんなことならもっと高い弁当買っとけばよかったとか、ね、つまらないと思うけどそんなもんでしょ？正直ですよね。でも心は平安だったって感謝したから。ここまではね。ところが感謝したのかわらず、その、2週間後かな、長崎にまたいつものように来たわけです。今でも覚えてます。連休だったんです。日月って。で、彼は来て、いつもより本当に明るくね、長距離だったのにね、全然あの頃は、もう明るく賛美をしてですね、で、一日礼拝も一日中いてですね。それで、当時、八神に、今、諫早に行った小渕牧師のお家がありまして、ね、面白かったですよ、今回。ベンジャミンさん来た時ですね、一番小渕牧師ね、紹介したらですね、天下来た時、うちに泊まられましたとか言ってですね。八神ですね。で、それで、そこにね、その、前田さんたち家族が泊めてもらったわけですね。で、別に、泊まらなくても帰ってよかったんですけど、まあ、泊まって、で泊まって、ゆっくりして帰ればよかったのに、わざわざ月曜日に来られて、誰も強制しないんですよ。本人たちがとにかく礼拝に出たいって言って、来られて、礼拝にも出て、ほいで、奉仕までして、そして帰っていかれたんですね。ほいで、車が出てね、ですか？そこまでやって。最近ちょっと少ないような気がしますね、そういう人。でね、ね、で、それでね、こう行ったわけですね。そしたらですね、奥さんが言うわけですよ。あなた私の財布知ってるって。だから、知らないよって言ったの。えって言って
みんなで大騒ぎで全部探したんですって。で、戻ってきて探したんですって。ね、やばい。実はですね、2週間経ってですね、給料直後かなんかでね、またその時大金が入ってたんですよ、ちょうど。なかったそうです。それでですね、さすがに今度はちょっとショックだったそうですね。ね、私は妻の財布を知るわけもなく、妻は2回もお金の入った財布を落としてしまったのです。2週間前と同じようにって書いてある。2週間前に起こった。その時の私は、しかもほら、日ゲスト教会に来てね、喜んで奉仕したんですよね。前の時は感謝もしたんですよ。書いてある。その時の私は残念ながら落ち込んで感謝することができず、つぶやいて妻を責め、そのような気持ちの中で車を走らせていました。お金を落としてしまったので高速道路にも乗ることができずに、まだ当時、あれがなかったんじゃなかったかな、ETC が。一般道路を走って帰ったんですね、下道をね。俺ね、さすがに気がめいてたのと疲れてたんでしょうね。あと、黒猫山園の宅急便を当時しておられまして、本当に朝から晩までよく働く人でした、食べて前田さんっていうのはよくね。で、日曜日も来てるでしょ、で、奉仕してるでしょ、さすがに疲れますよね。そしたらですね、何が起こったと思いますか。ここには詳しく書いてませんが、実はこれ佐賀なんです。ずっと帰って佐賀あたりでですね、で、奥さんが突然横でね、叫んだんで、キャーって言ってね、吠えたら、彼はハッと気がついたんです。居眠り運転をしてしまったんですね。赤信号を突っ込んだわけですね。ほら、軽トラが目の前にあって、あっと思って慌ててハンドルを左に切ったんですが、もうその時は遅くて、バーンってぶつかったんですね。で、幸いなことに人身事故はどちらもなくて、怪我はなかったけど、前田さんの車の左前、右前か、こうパッて左に切ったからね、バーンってもう完璧に大破したわけですね。その後ね、確か廃車したと思います。ね、妻の悲鳴でハッと気がついたと書いてます。居眠り運転してると、ね。で、彼が信号を無視したわけですよ。居眠り運転だから。100% 彼の方が悪いんですよ。前田さんの方がね。幸い、ね、前田さんの家族も怪我をすることはなく、相手も、軽トラック、相手の軽トラックはもう大破してるし、自分の方の右前もむちゃくちゃなんで、どっちも車もアウト。でも人は、人は大丈夫だったみたいですね。この時、私はその時、なんで神様がいるのにこのように財布を落としてしまったり、事故を起こしてしまったり、そんなことがあるんだろう、と神様に見放されたような気になって落胆してしまったのです。神様を恨むってよりもね、もう神様がなんか自分を見放しているようで、なんかものすごく落胆して、でしかも相手の方にも本当に申し訳ない気持ちでいっぱいになり、やっぱり車のドライバーの運転をされてますからね、やっぱり相手に本当に申し訳ないと思ったんでしょうね。ひたすら謝って、警察が来るのを待ちましたと。こっから逆転がありますよね。佐賀県警は素晴らしい人がいるんです。ほどなく、地元の警察って書いてますね。書いてませんけど、佐賀県警です、これは。来られて事情を聞いて言われてね。ちょっと読みますよ。でね、その佐賀県警の人がね、あなたたちはどこから来たんねと質問されたと。で、いや、長崎から北九州に帰る途中ですって言ったら、長崎に何をしに行ってたんだってこう聞かれたわけですよ。それで、私たちは神様に礼拝をするために教会に行ってましたってね、まあ、正直に言ったわけですよ。そしたらその警察官が何て言ったか。普通、こんな風に信号を無視して、ほとんどブレーキをかける暇もなくぶつかった場合、死亡事故になっても不思議はないのに、このようにこの程度で済んだのは、あなたの神様が守ってくれたんだよ。だからあなたの神様に感謝しなさい。って言われて、これ本当なんですよ。今でも覚えてます。ぶつかった時すぐ電話かかってきたの、私のところに。でね、半分泣いてましたよね。それで祈りましたよね。ね、祈った。でも祈ったんだけど、まだもう落ち込んでて。文句言って落ち込んでた、ものすごく。そしてしばらく経ったらね、また電話かかってきたんですね。いや、おまわりさんに感謝しなさいって言われました、つって。ほいで、それでいっぺんにね、ここから書いてますね。私はまさに目から鱗が落ちたような気持ちになりました。そして今一度聖書の言葉を思い起こしたんですね。すべてのことに感謝しなさいって。ね、それでですね、あ、そうだ、これもきっと息になるって、こうね、警察官から言われたか、おまわりさんから。それで彼はね、ここには詳しく書いてませんけどね、教えてくれましたよ。帰るときね、僕、隣の奥さんで、このね、さらちゃんが乗り出してきてね、一緒に感謝しながら、賛美しながら、神様に感謝して帰ったんですって、そこから、そのまま大破した車に乗っかってね、北九州まで。そして次の日から、毎日毎日、蒼天で、奥さんと感謝の日が始まったんですね。でね、そこからね、さっき言って感謝なんですよね。帰り道、壊れたままの車を何とか運転しながら、帰路に着いたのですが、
それまで落胆していた気持ちが打って変わって、心に喜びが溢れてきて、私は神様に愛されているんだという気持ちでいっぱいになりましたと。その時私は車の運転の仕事をしていた、クレーム画面だったんですね。その事故の結果どうなるかってことを保険屋さんに聞いたそうです。そしたら保険屋さんはですね、今は100対0ってないそうですけれども、当時はあったので100対0で、もうこっちが悪いから、少なくても60日か、あるいは90日の免停が来ると。そして罰金も数十万円はもう間違いないから覚悟しておいてくれって言われたわけですね。で、黒猫大和の仕事をしてるから免停になったらもうおしまいなんですよね。家族も養ってるわけですからね。彼はね。だからね、困ったわけです。それで、非常に困ったことになったと思って、ね、もうちょっと大金を2回連続としますしね。この中でそのことだったらどうしようと思ったんですが、そのことも一つ一つ感謝を下げて、また神様に求めの祈りしていきましたと。朝に夜にもやったそうですね。やってましたね。で、また神様に求めの祈りしていきました。まず感謝をして求めた。最初はどう求めたか。神様どうか免許停止の期間を1日でも短くしてください。罰金を1円でも少なくしてください。って最初はね、1日でも短く、1円でも少なくって言ったわけですよ。で、感謝しながら求めて。そしたらですね、何が起こったかというと、警察から届くはずの出頭命令がね、まもなく来ますから行ってくださいって、まあ、経験のある方はわかるでしょ。出頭命令来るんですよ、必ず。それがですね、いくら待っても来ない。いつまで経っても来ない。それで、信仰が湧いてきた。私はさらに大胆に神様に求めました。求めのように変わります。神様どうか、1円の罰金も取られないです。一点の罰則点数も引かれず、免許が守れるようにって。最初は、一円でも少なく、一日でも免停が短くって言ったけど、来ないから、大胆になってきて、もう一円も取られないで、一点も引かれないで、つまり仕事がずっとできるように、お願いしますっていう奇跡ですよ、これは。これありえません。日本の警察ってはいい意味で、いい意味でと言っておきますが、いい意味で忠実なのですね。おー、これね、それで祈ってたわけですね。こういう大胆な奇跡の祈りを求めたわけですね。そうしたらですね、それからしばらくして保険会社から電話が入ってきて、まあ、通知が入って、電話に入って通知が来たわけです、はがきがね、手紙が。今回の事故における双方の修理代金は保険の方で賄いましたって。また、この事故における手続きはこれにて完了しましたって。つまりもう保険で全部やったから1円もいらないよって。で、これの事故に関してはこれでもう完了おしまいって来たんですよ。結局ですね、今日に至るまで、だってこれが出てるということは、結局彼は、これで免停にもならず、一点も引かれず、一円も罰金を取られず、もうおそらく時効だから書いてるんでしょう。これはクリスチャンのやり道っていうね、東京アンテナのホームページに出ています、本人が。それをこれがまとめたんですね。私よく知ってます、この話はね。答えてくださったわけですよね。面白いのはね、最初感謝したらまた落とした。これがっかりしてたら事故まで来ちゃった。でもそこから逆転が始まった。それで話終わらない。2回落としたでしょうかね。大きいお金ですよ。ところが、どうなったかというと、その後不思議な形で、境内も祝福され、失った金額以上のお金を得ることができたのです。当時長崎教会ですが、私よく知っております。私はこのことを通して神様生きておられ祈り応えてくださることを知ることができたのですと。で、彼は神様の愛とたくさんの方々の愛を受けてですね、その時人は全部満たされて失ったものに多くのものを受けたんです。で、それは変な言い方ですけど、給料で得たお金とは違って、本当に神様の愛と、また多くの神に従う人たちの愛を彼はそこで感じたと思います。教会の素晴らしさ、お金も満ちたけど神様をもっと深く知ったんですね。なんで面白いですよね。神に不可能はないのです、これは普通起こらないですよ。普通こういうことはありえないですよ、これは。でもね、でもこれは本当に現実に起こった話ですね、なんで感謝をしていくときに全部できない。で、場合によってはすぐならないでね、ますます悪く見えるときあるけど、そこで簡単に諦めないでください。もっと大きな神様の計画があったりしますから、それをね、ぜひ覚えててほしいというふうに思いますね。で、感謝することね。そして求めること。このどちらもしてるわけですね。その時に神様の御手が動いて、神にとって不可能ことは一つもありませんっていう言葉の成就がね、実際に起こってくるってことを、ぜひ覚えておいてほしいと
というふうに思います。それと最後にもう一つだけ簡単にお話をして今日のメッセージを終わりたいと思うんですけども、この時ですね、マリアはですね、ちょっと聖書に帰ります。マリアはですね、神だってこの人たまりませんと言われた後、何て言ってるかというとですね、38節で、本当に私は主の橋ためです。どうぞあなたの言葉通り好みになりますようにって言ったんですね。で、あなたの言葉通り好みになりますようにって言ったんです。だから、その聖霊によって身ごもって、キリストの母となれるようにね。神の母はいませんが、人となったキリストの母として選ばれたわけですね。素晴らしいことです、これは。やっぱりそういう意味ではマリアは私の模範ですね。ただ、面白いのはですね、私たちはこのね、キリストの母だということを知ってるじゃないですか。だからマリアは素晴らしいなと思うじゃないですか。でもそれは知ってるからで、ヨセフは最初どう思ったかと言ったら、離縁しようと思ったって書いてあるでしょ。それは普通ですよ。で、前の人がね、マリアがね、あ、すごい、あの人身ごもった。あれはきっと聖霊によるわなんて誰が思ってくれますか。いやいや、それは後で私たちは知ってますけど、そんな風に、まず思ってくれませんよ、普通は。で、ヨセフだって本当にマリアを愛してたのに最初は離縁しようと思ったんですよ。しかも、密かに。ね、愛してるから密かに。でもそしたら天使が夢の中に現れて、聖霊になるんだよって言われたから、彼は信仰があるから受け取ったわけですよ。でも普通そんなこと受け取れませんよね。で、マリアだってそれが分かってるんです。好みになりますようにって言って、それを引き受けたら、もしかしたらヨセフが私から離れるかもしれない。まあ、信仰者だったからね。きっと神様は何とかしてくれると思ったとは思うけど、でもそういう不安だって来たはずだし、他の前の人たちから誤解されるってことぐらい、当然分かったんですよね。でも引き受けたんです。これ十字架なんですよね。奇跡が起こるときに、神に不可能はないって、その神が不可能を可能にしてしまうときに、実は十字架を引き受ける人がいるんですよね。その時奇跡が起こるんです。ではね、十字架が来たら喜んで引き受けてください。頑張れていませんから、精霊は助けてくれますから、その時ね、不可能が可能になる。奇跡が現れてくるんですね。それをね、ぜひ覚えておいてほしいというふうに思います。まあ、今日はここまでにしておきたいというふうに思います。賛美大会がありますので、練習される方もたくさんいらっしゃるでしょうし。お願いしたいと思います。天のお父様、御言葉をありがとうございます。神にとって不可能なことは一つもありません。私たちには、人間にはたくさん不可能なことがあります。フィジカル、肉体の問題、また精神の問題、経済の問題、いろんな事柄で不可能なことがたくさんあります。でも神にとって不可能なことは一つも本当にありません。私たちがその神様により頼み、その神様に全てのことを感謝しながら、奇跡をなされる、不可能を可能にしてくださる神様に信頼して、期待して歩んでいくことができるように。神の言葉と共に歩み、神の言葉に従って歩んでいくことができるように。そして、お互いの人生の中に、お互いの生活の中に、たくさんの不可能を可能にされる神の奇跡を見ることができるように、力強い御手を持って導いていってください。短くお祈りをしたいと思います。罪があると祈りはいかりませんが、なので短くやってみましょう。主は言われました。何をしてほしいのですか？今素直に具体的に大胆にあなたの願いと求めを神様に向かっておっしゃってください。天のお父様、今イエス・キリストの御名によって祈ります。一人が心から願っていることがあると思います。そのことを不可能ない神様が答えてください。心と体を癒し、霊を精で満たして解放し、問題に対する解決と勝利を与え、神様は導きを明確に与え、言葉を与え、神様の奇跡と栄光を表してください。主イエス・キリストの名によって命ず心と体を癒されよ。イエス・キリストの名によって命ず心と体を治れ。耳鳴りを消えてなくなれ。足の痛み、腰の痛み、ヘルニアを止めずる。癒されよ。がんを癒されてめずる。乳がん、それから血液の中にあるがん、癒されてめずる。白血病を癒されてめずる。完全に癒されよ。イエス・キリストによって、頭、偏頭痛、ラブ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 ラ、不眠、癒されてめずる。癒されよ。
境内の必要があって求めている方がいらっしゃいます。その必要のすべてを完全に満たしてください。神様、あなたの御手によって完全に満たしてください。感謝します。ありがとうございます。感謝します。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。どうぞお立ちください。ハレルヤを賛美します。ハレルヤ、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 ハレルヤ。仰ぎ恋願わくば、主イエスキリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが、私たち人々と共に、一同と共に、今も後も常しえまでも、豊かに限りなくありますように。アーメン。どうぞお座りください。感謝します。それではお知らせをよろしく。